ラブジョイ彗星は2013年9月7日に見つかった長周期彗星である。彗星の命名規則に基づいた名前は C-2013R1。2013年11月13日の C-2013R1。緑色に輝いている。この彗星はアマチュア天文家であるテリー・ラブジョイがシュミット・カセグレン式望遠鏡を用いて発見した。 2013年10月初期には、アイソン彗星よりも、印象的な彗星となった。2013年11月1日には、ラガンで観察することに成功した。彗星は、木星都市シザのレグルスの中間地点の、プレスベ星団の近くで見ることができた。ラブジョイ彗星は2013年10月14日に、天の赤道を渡り、同年11月19日に0.3967。 au の距離で地球に最接近し、死闘級で4.5等の明るさに達した。同年11月27日には、水星は、両軒座にあり、北斗七星の柄の部分の近くまで移動した。2013年11月28日から12月4日までは、水星は、牛飼座の中にあり、2013年12月1日には、牛飼座ベータ星を通過した。 水星は2013年12月14日にヘルクレス・ザ・ゼータ星を通過し、2013年12月22日に近日点を迎え、太陽から 0.81AU の距離まで接近する。ありがとうございます。